これ俺大丈夫なんかな。デンジャー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 ってなってる。うわうわ、入ってもうた入ってもうた。来てもうたやん。ここえ、ここはどこかって。今やね。お、ちっちゃい波。波ちっちゃいな。驚くほど人が少ないな。あの角で。お、形綺麗やな。ちっちゃいけど。あ、そこセット入ってきて。誰も乗らへん。おう。おう、ええ波悪いよんな。入ろうか。ニューサウスウェールズ。来てもうたかな。大丈夫なんかな、俺。捕まったりしてな。うわ。あそこ向こうに止まってんの、警察の巡視艇ちゃうんか。わー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 。ちょっと、パパッと入ろう。おはようございます。陽一チャンネル、スプリットクークス陽一です。ゴールドコースト、今日はディーバーからお伝えしています。なんて言ったらいいかな。今ね、州境、クイーンズランド州ニューサウスウェールズの州境をクローズしてます。閉鎖してて人が行き来できないようになってるんですよ。だからクイーンズランドの人はニューサウスウェールズ行けないし、ニューサウスウェールズからクイーンズランド入ってくる人たちは許可証が必要で、入ってきたら、2週間のセルフアイソレーション、自宅待機が必要というルール、厳しいルールが設けられてて、基本的に行けないんですけど、これディーバー来てます。ニューサウスウェールズ州なんですよ。あっさり入ってもうた。いや知らんで。いやどうなんやろ、ディーバーは良かったんやな。みんな入られへんと思ってディーバーはね。あ、諦めてる人も多いねんけど、だから海が結構空いてるね。ちょっとここでサーフィンしていきます。ほな、今日もよろしくお願いします。はい、今日のボードはこれです。 JR の、ステップカズン、サイズが、5/8 19/4と、2/2 29リッターです。ボリューミーな、コナミ用ボード。 5/8 という長さ、まあこれはあれやね、俺にとってはどんだけ短いねんという、モードで、まあ、もちろん波のサイズが上がったら乗りにくいねんけど、今日みたいな、小波の時は今日多分腹ぐらいしかないと思うから、まあ、こういう時はこういうボードでもいいかなという感じやね。でリペアから上がってきてね、ちょっと初なんで、ちょっとワックスを塗ってなかったから今こうやって塗らなあかん。バッチリこれでいこうか。はい、ディーバーです。ちょっと波チェックしましょうか。風はほとんど吹いてないですね。無風で、潮がこれはロータイドかな。もしかしたらこれ息いっぱいロエストタイドかもしれへんね。で波の大きさは基本的に小さくて、もう膝ぐらいの波がどこのバンクでも割れて、セットがもうちょっとでかいかなっていう感じかな。で今日からコロナのせいでちょっと早めにスクールホリデーが、始まったんで、ゴールドコーストはまあこうやってあのキッズたちのコーチングも今日から多分毎日あるんやろうね。まあ海の中は観光客がいないからマシやけど、まあローカルたちが毎日まあ海に入ってくるかなっていう感じ。今乗ってるね。小さいけどマニューバー入れて乗っていける、形の綺麗なでパワーもそれなりにあって、今そこ真ん中に波入ってくるね。左右に置かれたやつが、ああグーフィーの方が伸びたね。レフトに走った方が伸びてるね。よし、じゃあまあそんな感じで、はい、今日もやってみたいと思います。よろしくお願いします。あ、はい、アウトに出てきましたよ。水がめっちゃあったかいね。この時期が一番ええわ。風がちょっと冷たくて水がぬるくてやから、ちょっとね、ちょっとちゃうかもしれんけど、寒い時期に温泉に入ってるようなそんな気分やね。めっちゃ心地いいね。で、海の中はおっさんばっかりで、なんか雰囲気落ち着いてるね。で、エナメ行きよんね。エナメ来る。これ見て。めっちゃ好みやけど、全然好みちゃうよね。めっちゃエナメや。おっしゃ、今日はせっかくやし、こんでないからちょっと練習しようか。走りすぎんように。よし。
今日は目標というか、まあ人も少ないし波も小波で乗りやすそうやから、ちょっと目標を立ててやってみようかなと思います。一つの波で2発当てる、2発ね、2発当てて、で走りすぎない、でその当てるのもトップに当てる。やってみましょう。お疲れ様です。ディーバーでのサーフィン楽しんできました。今ちょっと雨が降ってきまして、波はね思ってたよりも楽しくて、見た目よりもちょっと波が入ってこないかなという、なんか波数が少ないなという、感じでしたね。はい、でまあ最初に言った、1本の波で、2つのマニューバーを入れるってやつ、まあ、言うたそばから多分それを言った5分10分ぐらい後にはもうすっかりそんなん忘れて、波入ってけえへんなーとかいろんな別のこと考えたりとかして全然集中してなかったね。まあこれが僕の悪い癖です。はい、今日使っていたはこの JR のステップカズンコナミ用ボードです。こういうなんかあのボリュームのあるボードで、コナミに乗ると板がよく動くんで楽しいですね。はい、あと、まあ、ここは、ニューサウスウェールズになって、クイーンズランドからは入れないはずなんですけど、ディーバーは特別やね、入れるね、まあ、あんまりみんなに言いたくないけど、まあそうやね、そんな感じかな。はい、もうすっかり秋やね、若干寒いもんね。
ちょっと肌寒くなってきました。はい、この動画がええなと思ったらグッドボタン高評価お願いします。あとまたチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。陽一チャンネルスピリットクークス、今日はディバーからお送りしました。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。